龍之介の長崎日和。今日もスタジオに松尾さんにおいでいただいてます。今日はどんな話でしょうか。今日はね、かつての長崎、江戸期の長崎がね、実は天文地理という学問の発祥の地だったということを話したいと思います。天文地理、天文地理が、うん、天文と地理っていうのはこうセットになってるんだけどね、もう今はね、天文学ってそれぞれまた分離してるけど、そもそも一緒のものだった。うーん、仰いでもって天文を見、伏してもって地理を察すっていう中国のこと、こと、言葉があります。そうですか、うん、この、天文を見るっていうのは、あの観察の観を書くんだ、はい、して察すっていうところ、地理を察すの察っていう、これ二つの観と察を並べたら、うん、観察するになるの。あ、本当ウォッチングの。あ、なるほど、そういうことですか。はい、で、人物としては今日取り上げたいのは、はい、西川助賢という方。西川助賢、うん、はい、この方もその偉大さの割には長崎の人にはあまり知られていない。そうですか、はい。まあ恥ずかしながら私もよく存じ、まあ名前はちょっとこう耳に残ってる程度ですね。その方の功績とかなんとかっていうのは全く僕ね知らないですよ。うん、はい、長崎の方なんですか、お生まれも。そもそもね、西川家の先祖をたどっていけば、あの熊本の加藤清正公の、はいはい、その元で働いていた武士だったんだけども、はい、あのこれがですね、係がですね、貿易なんです。貿易、はい、加藤清正、つまりもうあの頃から密貿易が盛んに行われてたわけで、貿易担当、うん、その細川で、うん、うん、そうそう細川家でね、はい、細川になる以前だね、加藤だからね。あ、そうですか。加藤家が2代やって潰されて細川になるから、その前だね。はい、うん、そして行き先がさ、お前行けと言われた先が対馬。対馬、つまり目の前の朝鮮との貿易を担当してたんだな。そうですか。それはその公的な形で関わるんですか。そこは関わってないと思う、ね、プライベートだと思うんだけど、その加藤家のね、これを稼ぐため。そうですか、うん、それなんかちょっとまあある種ちょっと特殊なきついお役目でもありますね。そうね、よくね、そうね、そしてその初代の方が亡くなって、なあの子供がいなくて後継ぎが、はい、それで大分の豊後だね、当時大分からあの養子をもらうんですよね、はい、それが西川家という家で、彼がその最初の家を継ぐんだけど、二代目になるんだけども、はい、その二代目がやってる時にですね、太閤秀吉が、はい、名古屋から兵隊を送るでしょう、朝鮮に、うん、はい、つまり戦争が追っ始まるわけ、はい、そしたら商売どころじゃないのよな、もう無用の長物でさ、もうどっか行ってくれじゃお前邪魔だからってなもんで、実際その結局あの辺りはもう前線基地のところだし、行き詰まってもう大変だったと思う、上や下への大騒ぎで、うん、だからもうそんな落ち着いて商売なんかやれない、貿易なんかやれないわけで、はい、仕方ないから彼は徒党一族連れて、一族老党を引き連れて引っ越した先が長崎なんです。ああ、そうですか、うん、やっぱり貿易を続けたかったんだろうと思います、その意図を汲み取れば。ああ、なるほど、うん、まあ、以前それは生業っていうか、まあ、うん、仕事としてやっておられたんですもんね、うん、しまったね、うん、そしてね、当時の長崎はね、まだあの中心部はあの県庁の向かいのあの坂がな
国道がありますね、はい、あのこう岬ね、また岬があって、中島川の方にこう下ってきて、はい、中島川もっと広くて、はい、それを渡った先がまだ湿地帯でまた陸地があったんだけど、はい、彼がなりわいを始めたのが鍛冶屋さんなんですよ。いや商売替えしたんですか、鍛冶屋さん。あの向こうにいる時に多分ね、そのそういう道具もこうやり取りしたに違いないし、それをやってるうちに鍛冶の知識、深く、あるいは向こうからあの使用人として技術者をもう連れてきた可能性も考えられる。要するに越してきて鍛冶屋を開こうとしたら、あの一番一等地では鍛冶の仕事迷惑なんですよ。音はするわ、火は使うから鍛冶がいつ出すかわからん。特に火はね、うん、うん、そうですよ。だからさっき言った遠く離れた中島川の対岸、はい、そこに家を作って、はい、鍛冶業を始めるんです。僕先は知ったこと言っていいでしょうか。どうぞ。鍛冶屋町ってとこありますよね。はい、鍛冶屋町の最初の住人というか、うん、あそこを築く彼がね、彼の商売が成功するんです。ほう、あの町の方で、町の方でもそういう道具はいろいろ、包丁から始めていろいろ必要ですから、うん、あのそれを見た人たちが次々自分もやりたいやりたいと言って、うん、結局鍛冶屋町が作られていく。ああ、職人さんの町みたいなのある。ああ、そうそう、職人さんの町。そうですか。うん。鍛冶屋町、そういうことなんですか。はい。あら、知らなかった。そうなんです。それも、読んで字のごとしてね、そうかなと思ったけども、今更なんかその、へー、そうですか。うん、今、一軒もないですけどね。一軒もないね。ないですね。こんな町の中にはもう鍛冶屋さんは生きていけないだろう。なんだ、ほら、長崎半島の途中に今でも鍛冶が。かやきってところ。ね、何回来てるよね。かやき包丁とか、うん、ああいうのを作ってたと思うよ、きっと。なるほど。ああいう雰囲気ですか。うん。そもそも。そうな気がする。うん。うん、でもそれは、まあ、当時町がずっと大きくなるし、うん、需要もあってね。うん、そうそう、需要があって、うん。それで発展したんですよ。はいはい。で、二代目が、こっちに来てからの二代目がね、その頃、島原城に入って松倉家っていうのがある。あそこの城主はフィリピンのマニラを攻めようじゃないかというアイデアを持っててね、はあ、血気盛んな人でしたよ、はい、それでとりあえずまず偵察しないといけないから、偵察するための船団をこう送るわけですよね、うん、その船の中の一人に西川家のね、名前はまあ調べればわかりますが、こう見た目からして人よりこう抜きんでて大きくて、うん、ものすごく強い人がね、はい、肝っ玉座った立派な人物がいてね、はい、彼も乗り込んだんですよね、はい、武士としてじゃなくて多分商業の関係だったと思うんだ、はい、で船が向こうについて帰ってくる時にですね、彼が乗ってた船がですね、舵って後ろの方についてるでしょ、はい、あれが壊れてしまうんですよ、うん、でもう日もさっちも行かない、もう船が傾いてね、うん、わーわーギャーギャー大騒ぎですよ。その時にその助剣のおじいさんにあたる人がね、高血がさ、はい、ふんどし卒になってザボーンで飛び込んでいってね、その価値のある方に回って一生懸命直すんです、修理するのね、価値を。で、昔の船ってそこにさ、カキ殻みたいなのついてるんですよ、つくんですね。あ、船食いもしてるから、はいはい、カキ殻みたいないっぱいついてる、はいはい、あれがね、いっぱいついてるからね、作業するたびに必ずそれ背中とか、うん、脇腹とかに当たって、もようやく修理を終えてね、うん、船端に上がってドンって甲板に降りた時も全身血まみれ、うん、真っ赤だったんだって、うんうん、ほいでみんなね、
ボロボロ涙流してね、あなたのおかげで我々は命が助かったって言って、その修理した鍛冶を使って無事に戻ってきたというエピソードが残ってます。まあそのおじいちゃんの血を引いたんでしょうね、多分その助剣というのは。そのお父さん、助剣から見たらお父さんという方は 早く亡くなるんですよね、うん、で助剣の代になって、で二十歳過ぎてから学問を志して、はい、それで最初に彼が取り組んだのがやっぱり漢学でね、うん、中国の古典なんか、はい、ちょうどその頃ね、あの京都からね儒学の先生が引っ越してきてね、立山にね、あの聖堂っていうのかな、はい、長崎聖堂って立山が最初なんですよ。あ、そうなんですか、うん、うん。多分今で言うとあの長崎会所が向かいにあったし、はい、あそこら辺の土地だと思うんだけどね、想像するに、うんうん、まあそこに通いながら漢学を学んで中国の古典、あの書物が読めるようになって、で彼が興味持ったのが天文関係の本に興味持つ、うん、中国から伝わったでね、当時の長崎はね、幸いなことにね、もうキリシタンはもうシャッとしてるんですが、それでもあの航海術に長けた人とか、はい、中国語に長けた人とか、うん、いっぱいいたのね、うん、だその企業を持ってたらいろんな人にこう当たって勉強ができていく。彼は独学でね、それずっと続けるんですよ。で次第に天文学を極めていく。でやっぱり中国のものの考え方、つまり天文学というか、これが彼にとっての出発点で、はい、それからそれに補助的にオランダ人とかポルトガル人とか中東人、この外国からのあの知識、これもこう補佐的にずっと身につけていくわけだから、その最初に彼が評価されるのはあの天文学者として日本に登場、全国に登場するっていうかな、ね、有名になっていくの、うんうん、天文学者としてね、うん、あの航海術っていうのはもう陸に上がったら天文学に変わりますからね、これも当時長崎にはまだたくさんいたんですよ、航海術に長けた人もね、はい、それからキリシタンから習った天文学、これを保存している人もいるんですよ、うん、塾みたいなのを作ってちゃんと、うん、それらをみんな淘汰して消化して、うん、天文学者として名を挙げたのが西川助剣という人で、うん、助剣というのは見るが如しと書くの、はいはい、ああもうそうですね、ここにもいかにもね彼らしい名前だなと思って、うん、こうなんて言うんだろう、実証主義っていうのかな、はい、見るが如し、空想でこう遊ぶんじゃなくてね、見た通りのことを自分が信じていくと、うん、そういう名前の意味合いがあるんじゃないかな、うん、見たことをこう、うん、っていうことだと、その例えば今の時代だとですね、うん、天体望遠鏡とかっていうのがいるんじゃないか、いつもその星とかなんとかの観察をね、あの怠りなくやっていないと、まあ、学問と直結しないんじゃないかと思うんですけど、あの具体的に話せばこういうことになる。当時の人たちの世界観、宇宙観、地球観って、まず地球から始めようかな、うん、まあ、この机みたいな平らなところにね、天がこう丸いテントを張ったみたいに、どんぶりをかぶせたように大きなものを、うん、天はこう円の球の半分ね、はいはい、で地上はぺったんこと、あみんなこんな考えてた。地がさ、地上がね、あの、うん、まっ平らよ、まっ平ら、まっ平ら、うんうん、
これは初歩的な人間みんなそう、子供もそうなんだけど、子供もそんな思ってるの。あ、まあそうですよね、うんうん。ちっちゃい頃は地上は平らだって思って、うんうん、地平線という言葉、ね、あの、我々はもう地球を知ってるから、非常に矛盾した言葉でね、あの地平線の塀の中に、まったいらが残ってるでしょうが、今でも。あ、そうですよね。うん。うんうん、地平線残ってるんだよ。そう。うん。で、儒学者というのはみんな、中学の言葉、あの、漢籍に学んで、みんな地球は平らで、天は上にあって、この上下関係で見るわけね、儒学だから。ああ、そうか。うん、それも揺るぎないものだ、ね。そうそう、その通り、その通り、それを乱すようなさ、うん、考えは不らちなんですよ。あら、そうなんですか。その不らちな説を持ち出したのが、西川儒教だ。地球、地球は丸いよと、おかしな表現だけど、この地は丸いですよと、地球ですよと、言い出したんですよ。うん、つまり当時の考え方から逸脱して一歩先進んでたわけ。ね？でも彼は地球は丸いというのは信じていたけれども、それをさらに宇宙にこう演繹していくと、地球が真ん中にあって、ね？そしてこう5つの惑星がこう、取り囲んでる、うん、これ天動説って言いますね。はい、ね、天動説なんです。彼のは地球は丸いというのは見た目だけれども、うん、平を打ち破ってんだけれども、でも地球が惑星とはまだ気がつかない、うん、それに気がつくのは彼の時代からさらに50年ほど食らうんだけども、本木正蔵という彼が翻訳することで地動説が初めて紹介される、はい、でその地動説に力学を与えたのが鈴木忠夫のニュートン力学なのね。ああ、なるほど、うんうん、だから鈴木とか本木から言えば極めて原始的な教え方なんだけれども、はい、さっき言った通り当時の考え方から言ったらずっと前を進んでた、はるか、はるか先はね、うんうん、でそういう意味でも注目されたされたわけですよ。あ、そうですか、うん、それは例えばもともと漢学の方だから、うん、そういうのは中国の天文学を収めた上で、うん、まあ、ヨーロッパから来たものとかなんとか学びながら、うん、その中国からの、うん、まあ、学問をからも脱却したわけなんですか、うん、その方。脱却というか、うん、こう自分流の宇宙観を初めて打ち立てて、しかもその彼が主張したのは地球が球体であって宇宙の真ん中にあると、うんうんうん、で中国の考え方もそうなんですよ。ああ、そうですか、うんうんうん、なぜかって言って簡単なんです、うんうん、仕掛けがあってね、裏に宣教師が持ち込んだ考え方の、うん、あら、そうなんですか。やっぱ中国もその影響を受けてる。そうなんです。日本でダメで、向こうではずっと続きましたからね。マテオリッチなんかがいて。そうそう、ね。向こうの方がずっと入り込んでるんですよ、宮廷に。北京の宮廷まで。はイエズス会は。そうですね、うん。マテオリッチ聞いたことあります。うん、でしょ、うんうん、だから、マテオリッチっていうのはね、これはすごい素晴らしい天文地理学者で。はい。最初に、世界地図を、書いてみせるんです、中国人に、はい、でも それ見たってさ、うん、誰もそれが嘘だろうとしか言わないわけ、うん、で中国を見るとね、当時の彼が最初に描いた世界地図、今でもヨーロッパに行けばアメリカに行ってもそうですが、はい、あのアジアが右に来るんですよね、うんうん、ヨーロッパ大陸、アフリカ大陸があってその大西洋があって、その左にアメリカ大陸がある、はい、ね。ということはアジアが端っこに来る。中国とか日本は、一番左の隅に、うん、右の隅だ、はい。それを見てさ、中国人はさ、うん、自分たち中華っていう考え方だから、こんなことないと。自分たちは中華の真ん中にいるんだ。この花の真ん中にいるんだと、
いう意識がこびりついてますから、はい、今でも。はい、だもんだからさ、こんな地図はありえないと、はい。で、マテウスはそこでね、考えるんですよ。だったら、アメリカ大陸をね、西じゃなくて東に持ってこようと。うん、つまり我々の、現在の我々の目に見慣れてるのは、うん、そういう世界地図なんだ。あ、そうですね。まあ、うん、アジアを中心にした地図ってこと。まあ、これは国々では随分違うかもしれないですよ、うん。人間はね、自分をやっぱり中心に置きたい。確かに地図の端っこっていうのはなんとなく、うん、尺に触るみたいなところはね、うん、あるかも。まあ、中国にはそれは許せなかった。うん、宮廷は特に。それで最初にその我々の目に馴染んだ世界地図を描いてみせたのね。あ、そしたら受け入れたのよ、その中国人に。わーっと、おー、わー、世界の国はこんななってんのか、うん、それはね、すぐに長崎に入るの。あ、すられてます。その地図、実物、僕コピー持ってんだけど、大きめよ、ね、2メーターの1メーターぐらいあるかな、3、うん、3メーターはないか、うん、ものすごく大きいの。それ中国向けにしつらえた地図ってこと。はい、版画だ。版画です。うん、それマテオリッチが作ったんです。ああ、そうですね。マテオリッチっていう人はね、その若い頃先生について勉強するんだけど、はい、その先生がね、これイエズス会の先生、はい、あれやっぱ先生でね、はいはい、うん、天文に詳しかった。その人から教わった知識をそのままと東洋で発表したんだね、うんうんうん、だから彼の影響ってすごいと思いますよ。今の我々日本人が見てる普通の世界地図は、うん、マテオリッチがアレンジした、うん、はあ、そうか、柔軟な人ですね、マテオリッチね。そうですね、まあ、頭がいいですよ、うん、もう面白いですよ。記憶、世の中に記憶術っていうのがあるらしくてね、はい、マテオリッチっていうのはこの記憶術の達人だったそうですよ。へえ。よく襖に漢字がこうずらーっと書いてあるじゃん、はい、屏風の、屏風のね、はいはい、あれをね、視覚的に見て覚えられたそうですよ。へえ。だからこう見たやつをね、今度次の瞬間反対から言えたんですよ、その漢字を。そうですか。そういう話が残ってる。すごいですね。まあ多分写真みたいに頭の中にポッと植え付けられる人ですか、ね、そういう人間時々出てくるんですよ。はあ。うん。話は外れるけど、イギリスで産業革命が起きた時にね、はい、機械のね、設計図があるでしょうが、はい、みんな欲しいわけ。うん、もちろん政府がこう書こうって絶対出さまいとするでしょ、うん、当然、はいはいはい、盗まれるから、うん、でアメリカ人の一人の人がね、はい、カメラ愛の持ち主だ、はあ、設計図何十枚もあるやつをね、はいはい、めくって頭の中に全部入れて、はい、手ぶらで帰ってさ、アメリカに帰って、うん、その再現するわけ。そうですか。まあ、いわゆる今でいう産業スパイみたいな、ね。全くその通り。ほう、そうですか。そんな能力の人が時々出てくるみたいよ。うん、ほら、もっと砕けた話が、山下清っていう、はい、ご存知ですか、はい、はい。彼ね、見た通りを書くんですよ。うん、ほんで、例えば看板にですね、はい、ローマ字がこう書いてあったんですよ。例えば、はい、松屋とかね。はい、はい。そしたら彼よ、それ読めないのにさ、使えないのにさ、形としてその通り、形として記憶してるから正確にこう絵に残ってるよ。そうです。それ見ることができる。はあ。じゃあいわゆる普通の記憶とかっていうのとちょっとやっぱ違うものかもしれない。視覚のね、ちょっと違うんだろうね、構造がね、うん、しまうところがちゃんとあってさ。ちょっと普通の人にはね、うん、真似できないこともあるし、うん、ああそうですか。さすがやっぱイエズス会よこす人が違いますね。本当本当。バリリアーノの後を継いだのがマテオリッチです。うん、彼はずっと成功していくんですよ。そういうものをね、次からあと時計ですよ。時計をね、はい、持ってくるんですよ、中国に。はい、そしたらあれ最初見た人間って誰だって。
びっくりするじゃないですか。そうですよね。で、とうとうそのことが皇帝の耳まで達して、はい、で持ってこいというわけ。そうやって宮廷にまで入っていくのよ。そうか。日本では恩打されたんだけど、中国では入って成功するんです。そう。マテオリチ。そんなに中国の方が割とこう受け入れというか、あんまり堅くなじゃないですか。いやいや、堅くなかったな。大変な堅くなな国ですよ。そうです。でもほら、例えば皇帝が何、時を計る機会があってこう見たいとか言い出したら、もうそれはパーッと通るわけ。ああ、そうか。そういう国で。でもその例えばそういうふうな科学技術なんかはそうかもしれないけど、うん、こと、まあでもマトリッツの本当の目的というのは布教とかそういうことにあるでしょ、うん、あくまで最終目的はパドレだから、うん、そうですよね。最後は布教にあるんですよ、うん、最初はだからそういう新しい西洋の技術とか知識で知識人を味方にするわけ、はい、うん、ああなるほど、うん、それは知識人は来ますよ、うん、いろんなことを教えてもらえるから、うん、そうですよね、うん、で彼らを身につけてから次第にこう入って皇帝に近づいて、しかし例えばキリスト教的な考え方とその中国が持っているもう全く微動だにしない思想っていうのは、うん、そのそんなにそのなんていうかな、合わない、合わないからどっちか譲らなければいけないでしょ。いいこと言ってくれたね。本当に感心しました。実はその後の話ですよ、はい。その後の話なんですが、他にもいろんな宗派が入ってくるんですよね。イエズス会だけじゃなくて。して、あるところまで来たときに、今言ったその、これ以上は絶対譲れないと両者が言うところが、うん、あからさまになってきて、とうとう恩出される。そういう経過があるのと、うん、大人の中国には、うんうんうん、そうか。しかしそういうやり方で、まあ、あの宮廷中枢まで、うん、そう入っていったというわけですよね、うん、で世界地図をね、うんうん、描いて見せて吸って見せて、うん、それはすぐ長崎に入ってきて、あ結局最初に目にしたのは長崎の人ですよね、うん、あの時期的にですね、鎖国が1641年に完成したと言いますよね、はい、出島にオランダ人が入ってきてさ、はい、でそこで完璧に締めてしまうでしょ、はい、それからね数十年経つとね人間って面白いんだよ。逆に今度外はどうなってるんだろうかって幕府の中枢部が思い出すの、はあはあ、それは一つにはオランダ人が毎年あの挨拶に出かけていってその都度新しいニュースとか世界情報をほらもたらすもんだから、はいはい、次第にそれが蓄積していってもっと世界について知りたいなと思い出すわけ、うん、鎖国なのによ自分たちが言い出したのによじゃあ出島経由の情報だとちょっと物足りないみたいな感じな、ね、そう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 、うん、それで長崎のね、うん、お役人に命じるのさ、うん、ちょっと世界のこと調べてくれんかいと、おうん、それはね西川助演の時代時間的に言ったらおじいさんぐらいの頃かな、あ父ぐのぐらいの頃かな、うん、幕府から命令があって逆に外国の地理をチリやどういうとこなのかというのを調べ始めるんですよ。へえ、そうなんですか、うん。だからそういうことも下地にあって西川助演みたいな人間が登場するわけ。うん、タイムリーなんですよ。ああ、うん。何もポコって出てきたわけじゃなくてね。これは西川助演の本の中に描かれた世界の図。ああ、これはまあ今の、まあ、世界地図と、うん、まあもちろんこれは、ね、アバウトだけど、ね、アバウトではありますけれども、まあ、まあ、はっきりとこの通りっていう、うん、そうそうそう。そんなに違和感がない、ね。なかなかよくできてるんだよね。うんうん、ただ、いいですか？オーストラリア探してください。うん、これ残念なことに、どうもなんか、
下の方にとんでもない大きい国がありそうだっていう感じで。そうね。オーストラリアがまだ探検されてない頃だからね。ああ、そうか。それ無理もないですよ。うん。でも、この当時、もうこれくらいの、うん、なんて世界地図っていうか、うん、もう普通に世界中でこれは流布されたわけですね、うんうん、で彼の本を通じて彼の本にこれ刷られてるわけだから、はいはい、これはもう即日本中の学者にパーッと広がっていってるはずよ、うんはいうんうん、三浦梅園とかね、うん、ちょっと一番上にね、そこに地球って言葉が書いてない？あ、あるあるでしょ、はい、これ非常にそれこそ極端に言ってさ、地球という言葉がこう出始めの頃なんです、うんうん、まだ一般の人は、そうですよね、地は球と思ってないから、うんうん、それここです、西川直哉すでに使ってる。ね。それで彼が地球を球体と考えていたのがわかる。はいはいはい。でもそれ今までは、その、地球はまあ平たいもんだというようなことが、まあ一般的にはね。うんうん、そうそう。まあでも、その、考えっていうのは、うん、まあ極端な、あれっていうのはなかったんでしょうか。まあもちろん江戸あたりは新しい知識としてね、ね、うんうん、まあ、迎え入れるっていうのはあれはあったかもしれないですけど、うん、過激だという。あの、日本にさ、はあ、海と坂と書いて、はい、うな坂という言葉があるんです。え、そうですか。うん。うな坂。どういう意味かというとね、はい、海の坂です。船がね、はい、帆を張って陸地を離れたとします。はい、ずっと水平線に向かって行ったとします、はい。徐々に小さくなっていきますね、はい、船が、はい。そして水平線に達した時にですね、まず最初に胴体の部分が隠れていきます。うん、その次に帆が次第にこう、はい、隠れていって島には見えなくなる、はい、これは肉眼で分かんないよ。そうですね。なるほど、うん、ということはあそこ坂になってると考えるの。坂になってる、それがうな坂さ、海の坂。うん、うな坂。そういうことでまあみんな納得してたんですかね。そうですよ、うな坂っていう日本語使ってたんですよ。そう、じゃあその、方がやがて見えなくなるっていうのは、うん、そういうことで定義されていて、まあ、あんまり誰も疑問にも思わなかったってことですかね、うん、だってさ、うん、じゃあその子どうなるとかさ、まさかぐるりと回ってね、うん、元に戻るなんて誰も考えないよね、うん、だから坂ぐらいしか発想が及ばない。そうか、うん、僕も当時生きてたら、うん、それで納得しても信じきってたかもしれないですね、うんうん、そうですよ、そうですよ、そう、うん、悩まないかもしれない、うん、そのことはね、もうすでにね、ギリシャ人だってね、地中海に出ていくときにもう気がついてますよ。水平線に、うん、船の胴体がまず見えなくなって、その上の人々が見えなくなって、で、帆が順番にこう見えなくなっていくのはね。うんうん、っていうことはこう下がってることでしょ、うん。もうこれには気がついてた。うん、それからね、朝と、まあ、わかりやすく朝日が東から出ますわね。はい。で、もし地上が平らだったらさ、うん、どんな場所も同じ時刻に出たことになるじゃない？平らなんだから。うん、そうですね。ね、そうだな、東から太陽が出たとすると、うん、同じ時間に夜が明ける、うん。でも実際には場所によって違うじゃないですか。うん、そうですね。これも気がついてるよ。うん、うん。その、ギリシャ人だって気がついてる。うん。ね？うん。それから、夜ね、星が出てくるでしょ、はい、あの中に北極星というのがあって動かないんだよね。はい、中心になんだよね、はい。あれがね、例えばギリシア人が、北の方に向かってずっとヨーロッパを旅をすると考える、うん。そうしたらね、北極星がだんだん高くなっていくわけですよ。うん、これにも気がついてた。そういうのをずっと積み重ねていくと、うんうん、これは地球が、そう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 、ね、これはね、平らじゃないということになってくるでしょ、うん、だから哲学者は頭の中で考えてさ、うん、
月丸いじゃない、はい、太陽丸いじゃない、うん、だったら地球も丸いさってこう来るわけ。ああそうか、今でもあれだったらそうだけれども、はい、当時としてはねやっぱりね、はいはい、そういうことで望遠鏡もない頃よ、うん、そうです、ね、頭の中で考えて、うん、確かめることがちょっとできないですもんね。そうか、してね、確かめることができたの。どうやってですか。あのギリシャ人のなんだっけ、月食、はい、月食に会った時に、はい、そのかけ方を見たの。あね、はい、そしたら半月みたいにこうじゃなくてね、こうカーブしてんね、うんうん、あれ地球の影だと気がついた。あそうか、でしょ、でしょ、うん、そうですよね、見ることができた、確認することができた、地球は丸い、ギリシャ人はもう気がついたのよ、うんうんうん、それはね、そのイエズス会の考えにもそのまま、うんうんうん、入ってんの。ああそうですね、うんうん、でほら、あの少年施設が行った時の向こうの教皇、法王様って言うんだけど、はい、グレゴリオ13世っていう人、はい、実はこの人が今私たちが今日使ってる暦を作らせたのよ。あ、グレゴリオ歴とかありますね、そういえばね。あ、そうですか。うん。だから極めてそこら辺ではね、イエズス会もっと評価されていいんだよね。当時の最先端の科学知識をいち早くカレンダーに取り入れて、どうしてかと言ったら、あの式典をきちんと守らないといけない。ああそうか、休日とか、うん、日曜日とか、はいはい、体ものすごく大事なのさ、うん、ね、でそのカレンダーを担当してね、あのトップに立って指揮した人が、マテオ・リッチの先生になる。そうなんですか。長年延々とつないでる、うん、流れがね、うん、じゃあイエズス会っていうのは最新の、そうです、天文の知識を持って、はい、まあ天文だけじゃないと思うけども、うん、それの引っ下げて、うん、戻ってくるね、また日本で教えてる、あのセミナリオは、うん、そっか、まあその辺の知識っていうのは日本とか中国はやっぱり欲してたものだったのかもしれないですね、当時のね、暦はどこだってね、うん、悩むんだよね、うん、ピチッとその収まってくれなくってね、うん、太陽をこう一周する365日、これすでにもうシーザー歴といってカエサル歴といってローマ時代にできてるんだけど、はいはい、365日と4分の1で、はい、でも4分の1って言うけれども、そんな割り切れなかった、実際は 0. 何いくついくつ、ずっとそれがね、はい、どん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 積もり積もっていくとね、10日ぐらいのズレになっちゃってさ、あらら、これでこれじゃいかんな、このままじゃ季節とカレンダーがずれてるなと気がついたのがグレゴリオ13世の時代でさ、改暦、うん、しようと、はい、そして今度は4年に一度ほらウルビアつけるとか、はい、つまり我々が作ってるカレンダーを作るんですよ、ローマ法王の下で、うん、でイエズス会それを日本に紹介した。そうですか、うん、長崎のあの岬に教会があったでしょ、はい、はい、あそこに大きな時計があったのよ。その旧県庁、うんうん、あそこ、あそこ時計、時計が時計台みたいな、うんうんうん、そうなんですか。そうなのそれ今でいう時計ですか、なんかそうですよ、駅にあるようなほらそうですか、うん、みんなが見えるようにほら、あそう、高いところに掲げて、確か3つあったんじゃないかな、3つ、彼らにとってみたらほらその最先端のね、うん、技術でもって、うん、見せびらかしてどうだ我々の方が立派だよっていうようなことになるじゃん、結果的にね。でそれはその時計っていうのはちゃんとこうクロックなんですよね、うん、あのね、うん、あのね僕びっくりしたの、機械仕掛け、
今でもあると思うんだけど、月の形が入っててね、はい、こう変わっていくのってあるでしょ。あれのが入ってたっていう記述もある。ああ、月の満ち欠けが入ってる。そうそうそう。みんなびっくりしたと。うん、それができた時にはもう、みんな見上げたのさ。はあ、うん。あそこの教会でそんなことが。あったの。それは確かバリニアーノが3回目に来た時かな、うん。一度あそこが壊されてしまうんだよな。はい、あの、秀吉のあれが、禁教令が出されてね。はい、その後立て直すんですよ、バリニアーノが、うん。確かその新しい教会が出た時にこう時計もね、飾られたと思います。うん、そうですか。うん、でそれ時計仕掛けで動いてるもんなんですよね、おそらくね、うん、時計師っていうのが当時いて、うん、長崎は時計師の生みの親だ。あ、そうなんですか、うん、これ渡辺倉介さんの研究にあるよ、時計師の研究。へえ。まあでも当時の時計っていうか、まあそれは限られた人しか持てないあれかもしれないけど、まあ立派なもんですよね、うん、なんかすごいですよね、装飾もね。だからね、結局その教会も壊されるんだけれども、はい、家康の禁教令によってね、はい、でも時計はね、確か都に運ばれてますよ。あ、そう、それはなんかそれはもったいないもんね。うん、それは全部壊してしまうのね、あのもったいない。そうですか。いや当時だからあそこだと船からも見えるしね。そうですね。ね、町からもまあ見えるだろうし。そうですね。うん、一時、その都の、岬の教会に時計がつけられて、みんなそれを、もう憧れの目で見てたんじゃないですか。ああ、そうですか。いや。いや、まあ、江戸時代っていうのはね、そういうふうな時計を、うん、時を告げるね。うん、そうそう。金とか何とかでやって。その発端は長崎の時計師です。そうですか、うん。いや、ちょっと想像すると面白いですね。あそこのね、岬の教会でね、うん、時計台があったってこと、うん。今発掘してるよね。ああ、してますね。うん、何が出てくるのか楽しみだ、ね。つまり鎖国だったんだけれども、うん、その中にありながら、やっぱり外へのアンテナが最も機能してたのは、うん、長崎と言えるよね。うん、やっぱり中国人は常に来るし、うん、オランダ人もオランダ人でいろんな技術、医術から始まっていろんな技術を持ち込むじゃないですか。はい、それを受け入れられたのは長崎、うん、だから、だから助教みたいな人間も出てくるんですよね。うん、彼は出島の中にも入ってます。あのね、非常に有名になってから、彼生涯かけてね、ものすごい本出してんだよ。あ、そうですか。うん、20冊以上で出してんだよ。あら。これ今でも難しいよ、20冊以上出すって。うん、これすごいベストセラー作家ですよね。うん、ね。え、どんな内容なんですか。あ、いろいろあるんだけど、最初はやっぱり天文関係が多いんです。はい。ただ天文関係で僕がね、感心したのはね、子供向けのね、優しい言葉で平明に天文を解説した本が、その中の一冊ある。へぇー。僕が思うに、それは今言うところのポピュラーサイエンス、わかりやすくね、説明した本だと思います。科学のこと。ほう。うん。助研が、パイオニアじゃないかな。普通ああいう高級な知識ってみんな知識人が独り占めにするしますよね、うん、そうじゃないんです彼は、はい、子供に語るように子供のため、これは子供のための本だよというタイトルつけてさ。あ、本当に、うん、すっごい偉いと思う。そうですか、うん、そしてね、僕気がついたのは、ね、彼の自主化助言の本には必ずですね、漢字の右にね、うん、ルビがついてるんです。はい、読みやすいように、誰もがひらがなが読めればみんな読めるように。これ大変な気遣いだったと思う。その辺どっから出てんでしょうね、余計なね。いや、京都だよ。その辺のまあ分かりやすくとか、うん、あ、その発想、つまりその学者みたいんですね。そうなん、学者だったらね、うん、難しい言葉を使って難しくね、うん、理解してくれる人間を自分から限られるような言葉で書くじゃない。そうじゃないんだ、うん、
平面に子供になって分かりやすいような。あれはすごい。なかなかしないことですもんね。うん、そうだよ。そのせいかね、すごく人気が出てね。ああ、なるほど。エッセイストにもなるのよ。ああ、そうなんですか。あ、じゃあもう学者だっつって、もうなんかこう、そう、ね、上から見るような人じゃない。まあ分かる人。彼は町人だから。ああ、長崎には武士もいなかったし、はいはい、町人の天下だったから。町人袋という彼の本があるんですがね。はい、袋っていうのは要するにこの、物をこう集めるところ、貯めるところね。うん、あのね、僕が東京に出てってね、東大を出て、塾の先生してる人と出会った。はい、面白い人だった、いろいろ知ってて。その人がね、はい、言うんだよ。学者なんてのはね、クズ拾いだよ、松尾くんってね。何ですか、そりゃ。クズ拾いって背中にカゴ持っててさ、ね、橋みたいなんで拾って背中にこう、いや、すむ。学者はね、あれなんだ。ってこう言ったよ。どういうこと？この発想の出所は、西川受験の袋の発想です。さっきよく町人袋ってタイトル言ったでしょ、はい、町人袋っていう本に対してもう一つ百姓袋という本があるんですが、うん、この袋の意味っていうのはね、要するに町人だったらこれのことを知ってた方がいいよとのいいのをこの袋、書物という袋の中にたくさん集めてますからね、うん、という意味なのよ。で、さっき言ったね、学問なんてのは、とにかく集めに集めて、うん、後でそれをこう、自分で取捨選択していって、自分に必要なものを吸収すれば、自分の説が作れるとこう来る。これが学者だよって教えてくれたよ。そうなんですか。うん。それがなんとね、西川助研の本から出てたっていうのはね、後で気がついて。でも、そのね、ご説はその、相当なんか学者をなんていうか低くたらしめてるというかそういう感じにも聞こえますけどどうなんですか。そうだね、うん、でも彼はそういう考え方ですよ。あ、そうですか。うん、全然威張らない人よこの人。ほら、実るほど神戸を垂れる稲穂からって、はいはいはい、あの考え方の人よ。じゃあ人の感、まあ業績とかなんとかを自分なりに咀嚼して、うん、それで自分の学説なりを作るんだってことです。それが非常に受けたんです、当時の学者にも。なぜかというと、最初に中国の考え方を置いて、西洋の考え方をその下に置いてるから、はい、この序列が受けたんです。はい、ああ、なるほど。これがあべこべだったら受け入れられなかったと思う。西洋のが上だよって言ったら、多分学者は受け入れられなかったと思う。ああ、やっぱりそうですか。うん、そういう、それはもう時代の持ってる限界でさ、うんうんうん、西川塾はあくまでも中国の儒学に準ずる 天文学を置いて、はい、そしていろんなものを補足してますから、あ、それ取り入れられて人気があって、あ、そうだそうだ、あ、そうか。じゃあその辺はいろいろ学説と調整するっていうんじゃないですけれども、やっぱりこう、あんまりこう、とんでもない、ね、もう、一般の人が、というようなあれじゃなくて、うん、なんとなくこう、あんまりこう、なんていうんですかね、学説として、そんなにこう、極端なことがないように、その通り、その馴染みやすいような。ほら、あんまり進みすぎていたからみんな受け入れられないってよく言うじゃない、うんうんうん、ちょっと半歩でと世の中から半歩出てればって、はいはい、聞く時間も言ってるよね。小説書く時もね、飛び出てたらダメなんだ、半歩で行って言ってます。なるほど。ちょうど西川塾の説はその半歩だったんでしょう。パーッと当時受け入れられて、あ、そうですか、うん、それでもう本もいっぱい書いて、当時ねみんな京都で出すんですが、ね、出版はね、はい、京都しかない。はい、そこは20数巻っていうのは大変な数です。で、そんだけ人気があったということですよね。なるほど。でね、彼の本はね、西川家がずっと代々続いていくんだけどね、
今でも鎌倉にいます。あ、そうなんですか。うん、僕知ってます。でね、明治の時のね、大正かな。要するに、ずっと現代に近い頃の松江の方が、その、あの、和戸寺のね、昔の本でしょ、はい、それをね、みんな、活版印刷、そう。もうその頃で活版印刷ができるんですよ。はい、それに全部版を変えて、はい、西川助研遺書なんて言ってね、彼が残した本ですよという本で、例えばここに持ってきた本もその一つなんです。助研遺書です。あ、これ和戸寺ですね。これ立派ですよ。これはその松江にあたる西川さんが、はい、作ったんです。明治かな。明治32年。ああ、やっぱり明治ね。もう活版印刷がしきりに、あの、品川あたりで、はい。うん、やられてる頃。で、これはね、その中の一つに過ぎない、ね。全部揃ってるんです。はあ、そうなんですか。図書館に行ったら。あら。これはまあラジオなんであれなんですけれども、まあこれは諸外国のことも書いてますね。そうですよ。これ世界知識の箇所の 本なんです、うん。長崎も出てきますよ。はい。南蛮黒船とかね。はあ。で、土産っていうのが出てきません？国の名前のとこ。土産、うん、ああ。あの、なんかいろいろ、あの、うん、特産物とか、ね。そうそう、今の言葉で言うと特産物なんです。そう。出てきますよ。今言われた通り。漢字がずっと並んでるでしょ？ドイツとか、うん、ノルウェーとか。うん、そこら辺すでにもうカタカナ使ってますよね。ああ、カタカナ使ってます。これもすごいですよ。僕、先見の目があるなと思って。当時別にそういう約束ない時代ですから、外国をね、カタカナ表記するという、これ、今我々がやってますよね。いや、すごいですね、これ。ブラジルのことまで出てますよ。もちろん、世界中ですよ。で、まあ、なんていうか平易な感じもしますね。読んだらすぐわかるという感じ、うんうん、で一番最初に紹介するのはやっぱり中華なんです。やっぱりそうでしょうね、うん、やっぱり中華を持ってくるんです。そう、こういうスタイルだから、まあ、みんなが受け入れて、そうですね、本もいっぱい出せたっていうことなんですね、うんうん。でそのお土産特産物のところをずっと僕は調べていったのよ、はい、難しい漢字があってわけわからんからね、はい、そしたらこの活字じゃなくてさ、はい、これを見てパッとわかるようにしたらもっと面白いんじゃないかという発想がパッとひらめいて、何年かけたか忘れたけど全部それを調べていった。そして見える、つまりイラストに変えた。ああ、はい。それがこの本です。あ。あ、なるほど。これはもう。一目瞭然。一目瞭然。いや、当時の人はこういうふうにね、うん、見れたらね、本当によかったと思うんですけど。そうか。まあでもこれは、そうですね。西川先生の、あれをもう乗っ取って、うんうん、そう当時のね、あの、あれ、品目から全部、イラストにしたんですよね。うんうん、いやー、これで見るともう世界は広いと、うん、そうだね。いうことになりますよ。うん、いや、楽しいですね、これはね。じゃあ、その、西川助研っていう方はすごくこう天文もそうですけども、なんかすごく多彩な方だったんですね、はい、ものすごく、経済学のことも触れてるし、はい、日本水道工って水道っていうのは水と土って書くんだけど、今の言葉に
変えたらとすれば風土水土庫風土ね風土、はいはい、だから完全な天文地理学者のパイオニアです。その世界に関するその地理の説明の仕方は、北極がこれくらいの高さに見えるというところから始まるんだよ。どの国の説明も、この国は北極星がこれだけ、あはは、うん、なるほど、うんうん、つまり緯度ですね、我々の、はい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 、緯度からどれも始まるんです、国の解説、うん、いやでも当時の人がこれ読むと、うん、もうとんでもない本ってことになりますよね、これね。そうですね、うん、これはなんかこうあんまりこういう知識があってはいかんというふうに、なんかさっき僕言ったんですが、はあ、幕閣の人たちがすでにもう興味を持ってる時代なんです。ああそう、締め切ってもうこれで安心ということになったらさ、うん、逆に外が知りたくなる。あ、じゃあそういうふうな知識欲を、うん、満たすんですよ。満たすというか、うん、そういう本であるということなんですか。ああ、その辺はなんか、いわゆるこう、調整の加減がうまくできているというか、もう、そういう感じかもしれないですね。うん、もう、学校行ったらもう金銀財宝がいっぱいだとか、そういうことになると、また出ようかって気になりますから、そういうあれじゃないですもんね、これは。そうか。だってこれは、こういう世界観っていうのが一般の人もあの当時から受け入れられてたってことはね、まず知識人でしょうけどね。ああ、そうですね。あとは寺子屋、それこそ寺子屋みたいなところで子供たちも習った可能性や可能性、うんうん、ああ、そうか、世界知識ね、うん、こうなっているという、うん、もちろん感覚が知識になって、うん、あの基本にはなっているとはいえ、うんうん、ああそうですか。でこの頃のね、人間の知識で、はい、最も長い川は、はい、どこにあったでしょうという問題。これは、そうなんですか。書いてあるのよ、のこんちゃん。書いてある。うん、いわゆるその、我々が知ってるような地理のあれでいいわけですか。今とあまり変わらない。そうです。そうなんですか。じゃあそのアマゾン川とかそんなところ、うんうん、いいとこ行くね。でもね、よく考えてください。この当時ですね、うん、アマゾンの奥まで行く人間いないんです。まだそうか、そうネイティブしか住んでません。そうか、つまりね、沿岸しかこうね、はいはい、西洋人たとえ西洋人たりとも沿岸を船でこう行くようなもんで、うんうん、そうですね、 奥ずっと上流なかなかね、うん、そうですか。じゃあナイル川かな。お、正解。あなたりはね、もうあれはヨーロッパの向かいだから、ヨーロッパよりも前年も発展してるところですから、ね、うん、そうなんです、そうなんです。ナイル川です。一番長いと書いてある。そうか。それから一番高い山、ああ、ヒマラヤではありません。あれはもう20世紀の初めとかなんかね。うん、はいはい。だから、手になってからですね。このね、17世紀か、はい。世界で一番高いと認められた山は、はい、どこでしょうか。そこらもヨーロッパ、ヨーロッパだと、うんうん、まあ、これはもうヨーロッパアルプスになるんじゃないですかね。うんうん、アルプスね。はい。あのね、この本の中ではね、はい、あのヨーロッパの対岸、地中海の対岸、アフリカでしょ。我々はアフリカ。はい、当時の人は、リミアって呼んでるんだけど。リビア？リビア。リビア。向かいに小さな国がありますよね。あれがね、昔は大きなアフリカ大陸の呼び名になってんですよ、この中堅なので、はい、でリビアに向かいにあるね、アタラさんって書いてあるのね。アタラさん、うん、なんだと思う、アタラさん。アタラさん。知らないです。アトラス。アトラス。アトラス山脈。アトラス山脈、うん、懐かしい、思い出した。あ、思い出した。うん、高い山だよ。ベラボイ高いって、ベラボイ高いですか？並んでるね、こうね。連山みたいな、うん、そうそう、連山。で、こう、天を支えてるって考えてたんだよね、ヨーロッパの人たちは。だから、アトラスという神様は、地球をこう、背負ってさ、こう、アトラスという、あの、地図、マップの、マークに。アトラスって言いますもんね。アトラスって言うでしょ？言いますよ。はぁ、そういうことか。でもこの
これを読むと、うん、当時のヨーロッパの人たちの知識と、うん、そんなに変わりないように思うんですけど。そうだね。うん。うん。別に向こうが極端に進んでるって言うんじゃなくて。うん、そうですよね。うん、だから宣教師たちの知識のこう、分布っていうのはものすごい役割を果たしたと、見直されていいと思う。うん、彼らがどんどん普及していったの。結局ヨーロッパにいなくても、うん、結局向こうの方からまあ、うん、宣教の目的で来てるとはいえ、うん、いわゆるそのもう最新のものを持ってきているわけだし、ね、うん、それも最上のものを多分持ってくるんじゃないですか、ね、もうびっくりさせるために、ね、もう時代遅れのやつ持ってきてないような感じがする、うん、でみんな驚かせて、うん、まあそれと布教を結びつけるっていうことかもしれないけど、まあはっきり言ってこれはいい副産物という感じかもしれないですね。特に天文とかなんとかっていうのは、うん、日本とかなんとかだけではもう行き詰まるような感じかもしれないですね。限界があるんだよね。うん、限界があると思う。うん、そうか。いや、そうすると鎖国と言っても、はい、なんというかそういうふうな地域はやっぱりこう細い。うん、あのね、あれではありますけれども、うん、入ってきてるんですね。大事なところは、ね、日本人はものすごい好奇心があってね、うん、それがあったからその何でもこう集めていくわけね、うん、さっきの古事記の話じゃないけど日本人と好奇心多分本があると思う、はあ、中古文庫か、はあ、なんかすごいらしいんですよ我々の、うん、DNA で好奇心が強いっていう知りたいって、うん、もちろん長崎がその公的なところではその場所になっていたと思うんですけどね、うん、書物にしても、うん、でそういうのはそのまあ僕全くわからないんですけど、まあオランダの書とか、中国の書、うん、それは誰がオーダーをしてるんだ注文してるんですか。うん、そのケースバイケースだけど、例えばやっぱ幕閣のいいところにいる人たちは個人的に注文できるんだよね。へ、そうですか。うん、でもね、まず当選なんかが干渉を積んで長崎に入ってくるでしょ、はい、ただもう厳しい検閲があるんですよ、はい、というのはキリシタン関係の方は全部捨てられる、うん、焼かれるね、うん、ダメですよ。でこれはいいけれどもあんまり人に見せないなというのは長崎、聖堂、はいはい、長崎聖堂が今でいう図書館の役目を持ってて、はい、そこの中に金書というやつはこうちゃんと持ってるのね。ああそうなんですか、うん、ただ捨てるだけじゃなくてさちゃんと うん、いざという時に役に立てるように置いてあるのね。そうだったんですか。そうすぐ破棄されるんではなくて、うん、いやもちろんそういう本もあるよ、うん、あるけどさ、ちゃんとね金書はねあるんです。あるとこにはあるんですよ。それを管理してたのが向井家ね、はい、幕末までこれずっと、はいはい、向井家のねルーツは確か佐賀だったかな、はい、うん、お父さんお医者さんで、長崎にやってきます、はい。で、さらに有名になって、晩年じゃない、もっと若い頃かな。一家引き連れて京都に、はい。行きますがね。はい。一家引き連れて行っちゃったんですよ。はい。そしたらね、長崎でね、聖堂を守る人がいなくなった。向井が、まず、主催といって、その高いところのトップにいた学長だな、今のこと。はい。向井さん、向井家がそこに収めて、で京都に引っ越したら長崎が足りなくなるかってね、一人子供が戻される、はい、それがほら向井なんて言ったっけな、俳句の方ですか。長崎の人です。向井巨来じゃない、ね、いやそのお兄さんがね、に向井巨来かな、お兄さんが。兄弟が何人か男の子がいて。あ、そうなんですか。うん。うん、向井玄翔かな。向井玄翔はお父さんか。そして、巨来もいて、はい、もう一人、向井家の。彼が長崎に帰ってくるんですよ。はい、で、彼はずっとそれ、幕末まで守ってます。長崎聖堂。そうですか。
で長崎制度っていうのは、うん、まあ、いわゆる学校みたいな機能もあったんですよ。学ぶところ、学問所。ああ、そうですか。で、その時に、その、例えば、禁書と言われてる、あんま表立って出せない、あれって、それはまた別なんですか？やっぱそれはもうきちんとしたものなんですか、うん、管理が。でね、西川女権はね、そこを守っていた、その、向かい家の人物と、友達だった、はい。あらら。それは。ということは、出入りできたのね。禁書を見ることができた、中国の、うんうん。実はこの中の第5編は、うん、はい、発刊ね、発刊禁止本を盗んでんの。はい、巧みに。そんな風に書いちゃバレるからね、うん。いや、こっから書くのはね、オランダ、自分がオランダ人から聞いたんだとかね。うんうん、こうあと順序あ、ちゃんと順序をそう一度ひっくり返したりしてね、わ、はい、からんようにしてさ。ああ、そうですか。そうなんですよ。でもね、それをね、江戸のね、今のこれ学者ですよ。馬鹿にする人がいるの。西川女権なんてね、中国の本から持ってきて、こんな人やってるじゃないのって、これを持ってね、軽蔑する連中がいるんです。ああ、そうです。東京には。うん、困ったことにね、オーソリティがそういう一言を言うんですよ。でも俺ね、腹立つの。これは、当時の日本の事情を考えたら、うん、まあ、ちょうどいい具合というか、あんま波風立たず、みんなも楽しめて、いいと思います。西川女権さんとしては、そういうところを調整できる人だったかもしれない、ね。その通り、うん。だってその、第5編の始まりなんかね、こっから書くのはね、まあ、まあ、子供にね、子供がギャーギャー泣くときに、うん、読んで聞かせて、うん、ね、それでそんなもんですってね、あららとぼけてる。あ、そう。でも実はその金賞を丸写ししてんですよ。は、う、あ、ん。うん。でもさ、考えてみたら、ね、それが金賞っていうのが分かったらね、もし分かったら、うん、出所分かったらね、はい、獄に繋がれます、うん。つまり彼は命がけでやったっていうこと。もう覚悟して。下手すとこれはバレるかもしれない。細工はいろいろわからないようにしててもね。うん、でもバレるかもしれない。うん、その時と言ってドンと出して。ここにあのおじいさんのね、うん、おじいちゃんが持ってた肝っ玉の太さっていうのが見えるんだな。なるほど。大胆ですもんね。そう。うん、肝っ玉太い。太いやつです。そうか。まあ、なんか、すっとぼけてるような感じなんだけども、うん、やっぱ肝ったま座ってますね。そうです。うん、だからこれは知らしめなきゃと思って、うん。だからね、あの、学者さんにはね、そんなふうに、地理学者のトップに立つような人が、条件を軽蔑するもんな、うん。僕はそういう時にはね、本当に、条件はこういう状態でね、ここをやったんだから、これ命がけですよ。言いたいの。あなたそんなことできますかって。できないですよ、今のその立派な人たちには。もう状況が今とは全然違うわけですからね。全然違う、うん、その中では本当に工夫を凝らしてね、うん、そうですよ。そうか。でも彼の天文学はね、どん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 受け入れられていってね、うん、最後はほらカレンダーを変えようとしてた吉宗、将軍吉宗の耳に入ってさ、うんうんうん、長崎から天文学者を2人呼ばれるのよ、うん、もう一人中国の盧宗哲という人なんだけど、この人と西川女権、はい、2人ちょっと考え方が違うんですよね、はい、それで2人呼ばれて行って、向こうで一月ばっかり江戸城に入ってさ、うん、身分が違うから直接会えないんだよね、はい、で下の質問の門といって下門といって、はい、中にその殿様の疑問を聞いて、それを自分が今度長崎からした人たちのところに行って、うん、こういうことを問われているよと、うん、あ、そうですかと言ってそれに答えるでしょ。さらまたその人がまた殿様のところに行って、うん、こういう質問形式で1ヶ月ばかり通りをして、うん、銀5枚とか言って表彰されて、うん、大変な栄誉ですよ、うん、将軍吉宗から、うんうん、その一面、その一般の人
例えば子供向けに、うん、子供向けに対してもそういう本をね、うん、したためてるっていうところが面白い人ですね。うん、そうね。でね、その仕事が一段落してさ、ロス創設さんは、さ、スッと長崎戻ってます。はい。助教戻ってなんでさ、数ヶ月ね、うん、江戸に滞在してんのよ。ほら、何してたんでしょうか、ね。はい。本を作ってたの。本を？うん、向こうで。それはね、42国人物図とか言ってね。はい。要するに、その、この時、この、なんだっけ、これ。開通書庫って読む。この時にすでに彼はもう、描いてる人物、こう、国の紹介があるときに、はい、その、どんな人物がそこに住んでるかというのは、ちゃんとこう姿が変えてあるね。それをね、江戸に持ってってさ、はい、向こうで、大きな本にね、版を大きくしてね、はい、男の人と女の人、はい、ついになって、はい、お隣の中国ではこんな男の人、こんな女の人がこんな衣装を着て暮らしていますってね。うん。うん、それをずーっと42カ国によ、うん、当時の。それがまた売れるのよ。そのなんか日本人の好奇心。うん。ね、そうそう。これもやっぱり、国を閉ざしていると、うん、やはりその周りのことが非常に気になるっていうか、うんうん、気になる、うん。それなんでしょうかね。反動でね。反動で、うん。そうだと思うんだよ、僕は。幕、うん、の方から教えてくれって長崎の役人に来るんだから。ああ、そうですか、うん。集めてこいってね。ああうん、初めは初歩的な、ね、こう断片だったんだけど、うんはいはい、それをこの、集大成したのがこの西川受験の開通書庫という本になるんだな。そうか。だからヒットした。全くこれ大衆向けの内容。大衆よりもあれ、こっちはそうですね。うん、まあ、うん。いやでもこれ見るとやっぱり世界はね、広いと。この方はまあこの時代だから書物とかそういうまあ聞き取りとかなんとかでここまでね世界をね、そうですね、で禁書まで利用してですよ、禁書までいや本当そうですよ、自分の首をかけて出版してる、そこが偉いなと思って、ああそう、だから長崎は天文地理学発祥の地としても胸を張っていいんです、うん、ここなんですよ、うん、我が町なんですよ、うん、学問の発祥地って大変なことよね、うん、蘭学もしかりだけどさ、うん、発祥の地だから固くなにそのキリスト教だけはまあ入れなかったんですね、知識だけでね、うん、それを徹底してたわけですね、うん、幕末の江戸期までの、うん、あれは大変な徹底ぶりですよ。どうしてそこまでこう、うん、長い間ね、そのキリシタンを嫌ったか、嫌ったかっていうことですよね。まあ、そんなに攻めてくる、これこの恐怖。そうか、うん。領土を取られるという恐怖。宣教していって自分たちの味方にして兵隊を送れば謀反が起こるわけでね、うんうん、これを嫌ったんだ、うん、用心して前もって、うん、これはいかん、うん、全部排斥して、そうか、それはもしかしたら今の日本人が考えるようなこと、はい、あれよりももっと深刻なことだったの、ちょっと今の日本人は考えられないことかもしれないですね、うんうんうん、想像できないことかもしれない、うん、あの客観的に今から考えられることは、日本をもし攻めるとしても、日本って島国でしょ、しかも極東の、大変距離が、ヨーロッパから見ると距離がありすぎるぐらいと、気の遠くなるほど遠いところに、そこに兵隊を送り込むっていうのはまず不可能なんだ。まず不可能さ。反対側の、メキシコ側からね、スペインが来るとしてもさ、極
距離がこれもまた太平洋一旦こう横断して北上しないといけない。ついてすぐ行くさってわけかない。ああ、いかん、そうなの、そうなの。だから客観的に見るとね、できないんだろうけれども、あの、国を治める立場にあるとすれば、立たされたとすれば、まず気にするのは、絶対ね、その入り込ませないということよね。取られたくない。最初のうちは、まあ、あの、布教の初期の段階では、まあもちろん、その、各国大名とかなんとかは、いろんな意図があって、その付き合いをしますよね。まあ、もちろん第一に、その、最新の武器が欲しいっていうのはね、大事かもしれないけども、それで、まあ、自ら、その、キリシタンになったりとかっていう大名も、すごく多かった。大村にしろ、大友にしろ、そうですね。もう有馬にしろ、そうだもん。多かった、ね。武器が欲しかった、欲しい。物もね、売れば儲かるんだから、それが欲しかった。かってそういうことがあったから、徳川家っていうのはもうこれをもう、絶対に入れてはいけないということに。それでずっと江戸時代の、徳川の時代は、近況を厳しくやっていたんですかね。あの、ほら、キリスト教というのは神が絶対で、その神のもとではみんな平等という思想ですよね。これはさ、まずいんだよ、じゃあの、権力者にとったら、自分のところに、自分をその、拝んでほしい、うん。トップに置いてほしい。うん、な、別の人間を拝まれたらさ、嫉妬するわけよ。冗談じゃないって。例えばあれが、でも仏教の中にもいろんな宗派があって、その中でも、真宗、浄土真宗っていう一派は、あれ、南無阿弥陀仏というもとで、平等になる、まとまるんですよね。はいだからすでにあの、信長からもぺしゃんこにされるでしょ。一向宗かが。うん、そうそうそう。はいはい、そうなの。一向宗とも言います。真宗、浄土真宗ね。で、あれはいろんな大名からみんな嫌われるんです。で、鹿児島からも嫌われてる。薩摩ね。薩摩ではね、隠れ念仏っていうのがある。弾圧されるわけだから、念仏を唱えるときには、みんな、船の上で唱えるとか、山の洞窟の中に集まって唱えるとか、これやってたのよ。ちょうど、まあ、長崎でいう隠れキリシタンみたいな感じですね。そうなんだ。全く同じなんです。ほんとそこに似ています。それぐらい迫害を受けてた。そうです、そうです。もう見つかったら、お縄です。そうです。もう殺されます。だから、必死で隠れてね。川の音、川の音がうるさいとこってあるじゃない、はい、ザーッ、はい、ああいうところで念仏唱えるとか、誰もいない海の上で唱えるとか、いろいろ苦労してるんです。じゃあ、江戸時代のその宗教の、まあ、弾圧というかな、その、まあ、対キリスト教の、あれっていうのは、まあ、そういう理由かなとも思うんですけども、さっきその一向宗とか、まあ、信長のことが出ましたけれどもね、あの時代の、なんかその、宗派の違いとかなんとかでも、徹底的にこう、やってしまいますよね、日本ってね。そうだね。そう。対キリスト教だけではなくてね、日本の中でもね、中でもね、あったと。僕なんかある、なんかね、教務所の人と僕話したことがあるんですよ。そしたら、知恩院っていうお寺があるんですね、京都の大きいお寺。それは、結局徳川が、まあ、作ったような、大きくしたって言うんですね。前もあったんだけど、それは、結局、本願寺派が大きいから。あ、大きいですね。で、あれは、二つに分けたっていうのも、はい、結局、勢力を分けるためにやったっていうんですよね。あ、なるほど、で、その上にまた念を押して、知恩院っていうのを大きくして、徳川のあれとして、ちょっと高台の方に置いたっていうか、もうそのせめぎ合いっていうのがですね、日本国内でも、対、そのキリスト教だけではなくて、やっぱ厳しい。時もあったのかな。よく知ってるね。で、それがやっぱり徳川をやがて脅かすんじゃないかっていうふうにね、あれが、やっぱり、あるんでしょうね。ね、だから、そうか。
で宗教の自由って我々が簡単に言葉作ってるけれども、はい、実質的な本当の自由っていうのはこの間の戦争が終わった後のことですよ。それまではやっぱり明治からずっと戦争ばっかりするために国策が先行して戦争のためのみんな抑えられてますよ。どの宗教も宗派も、そうですね、もう仏教だって明治の初めには抑えられたでしょう、はい、廃仏毀釈といって、ね、はい、いろんな宗教みんな抑えられてます。本当の実質的な宗教の自由は戦後の新憲法で外国人が我々にもたらしたもの、うん、そうか、そうかもしれないですね。選挙も実はそう、うん、普通選挙、はい、ね、普通選挙もそうなの、はい、うん、だ今の我々は日本史の中で一番いい時代生きていると僕は思う、うん、いつも思う、うん、だから秋山さんがね、僕にかつて聞いたでしょ、松尾さんが過去に戻れるとしたら、どの時代をなぞみますか、うん、はい、僕は言ったよ。いや、僕はどの時代も嫌ですって。今ほどいい素晴らしい日本史はない。そうかもしれないです。最高です、今。うんうん、でも、ま、昔のね、いろんな、うん、長崎で活躍した人、そのいろんな条件下でね、いろいろ工夫をして、ジレンマもあったと思うけども、いろんな業績を残されてますからね、うんうん、やっぱそれはそれでやっぱりね、うん、なんていうか、なんかこういろいろ人間って制約があると、いろいろこうね、エネルギーが湧くってこともあるかもしれないですもん、ね、うん、やっぱりそれで条件悪いですよ。全部の用文書物が自在に読めたわけではないかも、本があってもですね、全部を汲み取れたわけではないかもしれないし、うん、その中でね、やっぱりやる人はやってるという感じがしますね、本当に。それやっぱ制約があったからじゃないでしょうか。うん、もうね、鎖国で、まあ、外国の情報も入ってこないし。何でもしろって言ったら、帰って何やっていいか分かんないもんな。そうです。案外制約っていうのは、一方向を決めてくれるのかもしれないね。窓が狭ければ狭いほどね、うん、外が見たいってことになるかもしれないし、うん、もう突然このあれでしょ、門戸をガッと開いて、もうえらいことになったわけですけど、今までのなんか欲求不満っていうのがね、なんか明治のね、あれになんかそのままね、もうすごい咀嚼欲というかな、うん、そういうのはやっぱり押さえつけられたら一気に弾けたっていう感じかもしれないですね、うん、僕がよく持ってくる文豪の三浦梅園という人はね、はい、2回長崎に来ています、はい、最初はね、前の良宅といって後解体新書、はい、4人のグループでやって一番強力なエンジンにやってる前の良宅よ、はい、でもこの人は杉田玄白とうまく合わなくてね、うん、絵本がもう出版し、杉田玄白は早く早くやろう早くやろう早く作ろうって、もうみんなを引っ叩くわけね。で前のネタがそうじゃなくて、じっくりと正確にとこうなってしまう、対立して、はい、本が有名なね、歴史に残る本が出版された時に、自分の名前は出してくるんだと言って、前のルータ、はい、そういう学者ですよ。おで彼と一緒にね、前は若かりし頃一度長崎に来てます、はい、もうその時前の良宅はオランダ語の辞書なんかを持って帰るんだけどね、はい、もう長崎の素晴らしさを彼若い頃すでに、ね、知ってるんですよ、見てね、体験して、はいはい、であと一つはもうずっ と50ぐらいの頃だろうか、うん、数十人連れてね、引き連れてもう一度来ますよ、はい、その時はね、どうして長崎に来るかっていうのが書いてあってね、長崎は物見の場所だからって書いてるの。どういうことでしょうか。物見の塔って聞いたことない？あ、それはまあ、あれウォッチタワーって言うんだよね。ウォッチタワーって、ね、はい、ウォッチできるところ、物見の場所、つまりね、よくこれ今でも引き合いに出される言葉だけど、
出島は世界に開かれた窓だったって言って、うん、海外に開かれた窓だった、うん、この窓にあたる言葉が、うん、だから我々の出島の窓って言った場合にはすぐ現代人はすぐ理解できるけど、うん、これをね江戸時代の人に出島は世界に広げられた窓って言っても通用しない、うん、梅園さんが言う物見なの、ああそっか、物見の場所なの、うん、そこに行ったらいろんなことが理解できる、知識を吸収できる、そういう場所として捉えてる。だから自分が長崎に行くんだ、うん、物見の場所って書いてます。そっか、まあいろんなのが、まあ、最初に見れる場所ですね、うん、物見ですからね、うん、最前線にある、うん、人より先にする、先にそう、うん、そうでもそれは杉田玄白と折があれで、そううまくいかなかったんですね、うん、それはね、うん、全く。でもその生き方は生き方で、うん、わかるよね、うん、正確さを追求してるんです、うん、誤った本にあったら恥でしょう、うん、だあの本ができた時にいわゆる現代の言葉で言う校閲とか、はい、あの仕事は、はい、長崎の吉尾幸雄がやってますからね、全体をですか、うん、こう 見てね、見直して、 そう、だその段階までは長崎の蘭学、あ、通詞の方が上だった、うん、なるほど、うん、でもその例えばこの石川旅客さんっていう方はいわゆる蘭学で名を成した人とは、うん、その人と違いますね。全然違います。違いますね。全然タイプが違う。うん、違う、この人、超人学者と言われてる。うん、超人学者。超人学者。なんか町学者みたいなね。その通りですよ。感じ。中通りのさ、麹町郵便局。ありますね。うん、小さい郵便局。あそこにパネルがあってさ、西川家のあの松江がここに住んでましたって書いてある説明板があるよ。そう。あの中通りに。うん、いや、僕見たことないです。うん。郵便局の前よ。そうなんですか。見てください。あららら。あそこだけ西川家が出てくるんですよ。他では、ね、見たことある。あと一つはね、はい、あ、ごめんなさい。お墓。はいはい。長照寺ってわかる？うん。実は、初見さんの方が長照寺に今あるんです。あ、そう。いろんな長崎の学者のっていうタイプにちょっと当てはまらない人かもしれないですね。やっぱり子供向けにね、町学者とか町民学者、ね、うん、そうなんです。とってもね、文章面白いんですよ。彼のエッセイなんか、長崎夜の、山、夜のね、話の草って書く、山草、うん、これすっごく面白いエッセイなんだ。分かりやすくて。どんなこと書いてるんですか。例えばもういろんなことが書いてあります。こうためになる話が多いですね。ああ、そうなんですか。この方の本をね、今持ってきていただいたけど、うん、イラストが多いですよね、結構ね。そうね。まあ結局文章で説明するよりもこれだっていうことでね。そうですね。そうなんです。うん、特に天体説明するときには必ず図がいるから、うん、この人図入れるの好きですね。いや、ほんと、外国の風俗的なこととかっていうのは、うん、まあ、説明しきれないから、うん、江戸に持ってって向こうでこう印刷させなって、うん、巻物みたいにしてさ、うん、売ってるんですよ、うん、いやでも当時として禁書にならなかったっていうことですね、これ、うん、ね、逆よね、受け入れられてんだもん、うん、いや本当にこれは日本がこれくらい小さくてね、周りにでっかい国がいっぱいありますよっていうのが、ね、一目瞭然なんですけども、うん、いや面白いですね。いや本当イラストがあるっていうのがもう面白い、分かりやすいし、ね、楽しいですよね。今とは現在とは違うんですがね、うん、それが逆に面白いですよね。うん、そう、僕はこの本はね、今の現代の中国の人が目つけて調べ直してほしいの。かなり中国に力入れて調べ上げてるんです。あ、これだけ中国の、中国たくさんこう
地方があるじゃないですか、はいはい、海辺から山奥まで、うんうん、それをね産物特産物は何だって ものすごく綿密に入れて、それを現代とね比較したらものすごく面白いと思う、中国の人がね。あ、そうか、きっとその知識はね、うん、東神屋敷の、うん、東神たちから直接聞いたと思う、あるいはあの東通寺の人々からね。あ、そうか、うん、ずっと集めて、それこそ、うん、古事記の話になる、集めてさ、うん、拾い集めて、うん、してこうまとめてる、うん、そういうのは全くお咎めがないですもんね、中国のことについてはね、うんうん、ああそしたらこれはもしかしたら、うん、中国にない資料がねこんなこと待ってるって可能性もないことはない、その通りなんですよ、うん、いや本当これはねすごく詳しいですよ本当に、ね、うん、今の中国の人がね読んだらこれはいやここまであのねえもうすぐに論文一つ出来上がるよ。うん、長崎でね、その、ここに来た情報として、もう向こうでは、特に忘れ去られてることがね、今ここでね、読むことができるかもしれないですよ。そう。ねえ。もう、すでに今では分からない情報がね、うん、この中に残されてると思います。うん、あ、ちょうどこれはそうですね、あの、最初あのフロイスの話がね最初の頃出ましたけど、はい、あの人がまあ遠くこちらに来て日本での滞在も長くてその間のあの日本に関する書物がもう いっぱいあると残してる、ね、いっぱい残してるで、うん、それが今となってはね、うん、貴重な、ね、貴重なものだし、うん、日本人が書けない内容でもあるから、うん、であの人の本の中で面白いのはほら西洋の付属と日本の付属をずっと並べていくんだけれども、はい、真逆なのよ、真逆、我々はこうするけど日本ではこうだって言ってその全く逆のね、はい、生活風習をね、うん、書き並べ羅列して一冊の本になってる面白いよ、すごい観察したんだよその人ね。そうですそうです観察が。我々はこう食べるときこうするんだけど日本人はこうするとかね。うん、ま我々がノコを使うときはこうだから日本ではこうだとかって。あ、具体的なことよ、生活の中の所作。それをねみんなね対照的に書いてるのが面白い。日本人だとこれ普通のことだからそんな書き留めたりしないですよね。うん、しないしない。あ、そうですか。うん、あれすっごい面白い。確か岩波でもまとまって出たような気がする。あ、そうなんですか。うん、いやもしかしたらこのね、この本はもしかしたら中国の情報がね、思ったよりもずっと凝縮されてるかもしれないですね。これは。僕今でも忘れないのは、私たちがよく宝石に使う大理石。はい、あれは中国の代理というところから取れるんだね。え、そうなんですか。書いてあるよ、出てくるよ。なんか代理石って言ってなんかヨーロッパのものみたいな感じですけども、もともとは地名だった。へえ。だから当選に積んで持ってきたんだね。あ、やっぱ最初そうだったんでしょうか。うん。うん、大事にされてる。あ、本当。向こうでもね。あ、そうですか。うん。いやー。まあ、もちろん学者でいらっしゃるけど、この人は、こう、町内の物知りの、うん、物知りっていう感じ。うん、物知りそうなんですよね。それでサービス精神が旺盛っていうか、うん、そうだね、まあみんなこれを知らしめたいと。面白いのはね、女性にね、女性にね、うんうん、大いにタバコを吸いなさいって。え、それ何なんですか？いや、女性はいろいろね、はい、男からね、いろいろこう圧迫されて嫌なこともある、ストレスもたまるだろうから、うん、タバコ勧める。自分はタバコ、あれは吸ったら吸、なんか気分転換になるから。うんうんうん、女性は多いの吸うべして、そんなことを書いたりさ。ああ、そうですか。いいんじゃないですか。うん、ねえ、うん。そうなの、うんうん。話せる先生よ。うん、いや、本当になんか、学者のようで学者ではないですよね。うん、本当間違いない。すごい身近な。そうそうそう。うん、そうね。他の地方はお城があってね、その藩に雇われた学者、つまり侍でしょ、うん、はい、
そうじゃなくてさ、この人町人なんだからさ、うん、また自分でもそれをこう売りにしてね、うん、自分が町人、町人袋といってね、うん、あの町人は市の交渉の一番下にあるけれども、うん、別にいじけることはない、うん、町人には町人の誇りがあるんだから胸を張って生きようとかねそうですね、うん、そういうことを書いてる、いやーそっか、いや全く知らなかったけれども全く気取ってないですねこの人ね。そうですね、気取ってない本当に、うん、息子さんが結局また江戸に呼ばれて、はい、吉宗ってあの天文にすごくね、カレンダーも関係して天文にすごく興味がある人で、はい、お城の中に天文台作るんだよね、うん、後それは神田に飛び出していって、はい、あの葛飾北斎が天文台の、あの版画を残してます。そうですか、うん、その天文台の天文方と言ってさ、はい、そこの 役人になる、町人から侍になる。そう、じゃあもう第一人者ってことですね、うん、すみません、日本でもね、天文方の、はあ、いかにその長崎に行って最新の学問がねそのに触れることができたとはいえ、うん、そのそれは書物だけのことですから、うん、それを理解してね、その結局、うんうん、やっぱりその波じゃないですね、そうです、波じゃないです、うん、偉いこの人、うん、どうしてこの人忘れてんだろうな残念です、残念ですね、うん、またこれはおかま、おかまかまわりに行かないといけなくなりましたね長寿寺さんね、長寿寺ですね、うん、はい、わかりました、そう、でもこう人間だけすごく魅力のある人のような感じがしますね、うん、だから多分ね中通りあたりのねなんか夕方あれたりぶらついてたりしたんじゃないでしょうかそうだったらだろうね、だって梶山町にね最初の岩あって、はい、うん、町を作ったって言うんだからね、天文というとちょっと一般の人にはちょっと遠い感じですよ、うんね、本当に、うん、でもこの人のなんか、うん、地球のその全体の地図とかなんとか見るとなんとこう親しみやすいっていうんですかね、なんかこうそんな難しいもんでもないような感じがする、なんか図とか数字の羅列とかなんとかではなくてね、だからいやこの人はやっぱりなんていうかこう町人の立場でもって、うん、当時の最新のね、うん、知識なんかを噛み砕いて、うん、つまり難しいことを優しく説明することができる人、うん、だからポピュラーサイエンスの先達だと思うな、うん、そうですね、うん、自分の本を読んで子供たちにねこういう目を持ってほしいというふうに思ってたんでしょうかね、もしかしたらね、あのね幽霊とかさオカルトとかさ、うん、ああいう不思議な心霊現象とかね、はい、ああいうものはありませんよという本もある。あ、そうなんですか、うん、へえ、否定してこれ科学的にこれはこうだこうだって言ってこうちゃんと訳があって起こるんだから、うん、こうただ恐れるには足らないとか、うん、あ、そうそういう恐怖、我々は恐怖を抱いているものを科学的に解釈して説明して平面にして一般の人に読んでもらう、そういう本もあるんだ。あ、そうですか、うん、まあ、そういうことに、まあ、一般の人がちょっと振り回されてるっていうのは目に余ったのかもしれないですね。弦を担いだりとかね。あったと思う。うん、そういう、うん。もう今の今日よりずっとは演芸担いでたと思う。友引きとかなんとか言って、昔窮屈だったから、うん。それをさ、取っ払ったの、うん。ああ、そうか。すごくだから、町人っていう立場っていうのは、つまり自由な立場なんだよね、うん、逆に言えばね。うんうん、侍の立場ってのは、窮屈なんですよ。そうか、うん、合理的で、うん、そう商人ならではの、ね、そうそうですね、まあだからもう、うん、天領長崎の、うんうん、お侍がいない町ならではの、うん、その通り、その通り、
片手稼ぎって生きてたんじゃない？そうか。その意味では長崎は伸びやかに暮らしてたかもしれないですね。そうか。今日は、ね、これ、この方はどういうふうに一言で表現したらいいんでしょう？天文地理学者のパイオニアです。そうですか。うん、でもそういうふうな、なんていうかこう。堅苦しく言わない。堅苦しいですね。つったら町人学者です。町人学者。武士じゃない、侍じゃない。かつ、うん、天文学を、まあ、この時代極めた方っていうことですか。うん、そう、うん。いや、この方はやっぱりこう、なんていうかな、町人だからこそ、こう、いわゆるお上とかなんとかの、をこう、気にしないでやれたんですね。うん、まあ気にしたと言っても、ちゃんとその辺が調整するっていうことができた人。うんうん、まあちょっとこう、大胆なこともあったけれども、うん、その辺、なんていうかな、お上からの圧力をないように、こう、ちゃんと調整できた方なんですね。いや、今日も本当、興味深いお話をありがとうございました。いや私も全然なんか、全く知らなくて、大変失礼しました。ありがとうございました。失礼しました。JOZZ0AVFM お聞きの放送は長崎市民 FM です。